野戦憲兵はドイツ陸軍における憲兵組織の歴史的な名称である。1810年、ザクセン王国軍で結成された国家憲兵組織において初めてこの名称が用いられた。また、第二次世界大戦期のドイツ国防軍でも野戦憲兵が編成された。1810年から1812年にかけて、ザクセン王国、ビュルテンベルク王国、プロイセン王国、 バイエルン王国においてナポレオン・ボナパルトがフランスで編成したジャンダルムリを模した地方警察部隊の編成が始まった。プロイセン王国の国家憲兵は陸軍での兵役を終えた不評化及び騎兵化の軍人によって編成されていた。彼らの身分は軍人であり、装備及び給与は陸軍省から提供されていたが、兵時は内務省の指揮下で、 警察活動に従事していた。そして戦争など有事が宣言された場合、国家憲兵隊員の50%をもって、陸軍憲兵の中核たる国家憲兵の野戦部隊、すなわち野戦憲兵隊を構成することと定められていた。より多くの野戦憲兵隊員が必要とされるようになると、正規軍の不評及び、騎兵の貸し官兵及び士官からの引き抜きが行われた。 第一次世界大戦勃発時、ドイツ帝国における野戦憲兵隊の規模は33個中隊であった。1個中隊は60名の兵と2名の歌視官から構成された。1918年以降、その規模は115個中隊まで拡大された。敗戦後、野戦憲兵隊を含むすべての憲兵組織は解体された。バイマル共和国時代には、 こうした部隊は一切存在せず、代わりに一般の将兵が軍記事及び警ラを行っていた。ドイツ国防軍の可視官征服と野戦憲兵用のゴルゲット。1933年、アドルフ・ヒトラーによる政権掌握を経て野戦憲兵隊の再編成が始まる。新たな野戦憲兵隊は、不評としての訓練を十分に施された隊員によって構成され。 彼らには従来よりも大きな警察活動の権限が与えられた。憲兵学校はポツダムに設置された。憲兵は不評たる訓練に加えて、刑法一般及び特別警察法、書類識別、護身術などの教育及び訓練を受けた。憲兵主願者は一時試験の後、全員が一度憲兵本部に配属される。その後の選抜試験は非常に過酷で、 例えば1935年には219名の志願者がこれに挑んだものの、最終的に憲兵となったのは89名のみであった。野戦憲兵隊は陸軍の各師団に配置され、軍団単位での自己完結型の部隊として活動した。しばしば秘密野戦警察や、新兵隊及び警察指導者指揮下の新兵隊及び、警察部隊と共同で任務に当たった。 ロシアの占領地に設置された野戦憲兵隊の検問。標識を意訳すると、この先の区間はパルチザン出没の恐れあり、単独行動の車両はここで停車せよ。必ず2台以上で通行すること。武器をすぐ使える、よう用意せよとある。野戦憲兵隊の任務は、国防軍と共に前進し、前線占領地の治安を維持することである。この中には、ケーラーや、 交通管制、市民の統制、パルチザン及び敵敗残兵の捜索、逮捕及び処刑などが含まれる。そして、国防軍の前進とともに、これらの業務を、新衛隊及び党組織が構成する占領当局に引き継ぎ、その占領地における野戦憲兵隊の任務は終了するのである。ただし、彼らが新衛隊の部隊とともに占領地における、 戦争犯罪に関与していたことも知られている。1943年以降、戦況が徐々に悪化し始めると、国防軍内の軍機維持も野戦憲兵隊の重要な任務の一つとなり、脱走兵などは憲兵によって即刻銃殺された。憲兵らは憲兵隊所属を示すゴルゲットを首にかけていたため、一般兵らはいくらかの軽蔑を込めて憲兵を欠点踏んでと呼んだ。 さらに撤退中の部隊や広報移送中の傷病兵らを捜索して、作業者や逃亡兵と応募し者をすべて処刑するなどのあまりにも残酷な警察活動は多くの将兵から嫌をされ、ヘルデンクラウアーという俗称も生まれた。ドイツ国防軍では軍法会議で有罪判決を受けた将兵らによって、懲罰部隊たる執行猶予大隊を編成していたが、これの監督も、 野戦憲兵隊の任務であった。新衛隊では、新衛隊や戦憲兵隊が編成されており、彼らは陸軍の野戦憲兵と同様のコルゲットに加えて、憲兵であることを示す袖状を縫い付けていた。彼らは通常の警察任務や軍機維持に加えて、アインザッツグルッペンなどと共同したユダヤ人対策も遂行した。彼らは、 国防軍の野戦憲兵隊以上に悪名高く、コップイエーガーの異名で恐れられた。1944年以降は、秩序警察出身の武装新衛隊将兵がこれに、加わった。元警官の新衛隊憲兵らは袖に、警察の和師匠を縫い付けていた。1944年1月、東部戦線で赤軍の犯行が始まる頃、 憲兵軍団なる三個連隊規模の部隊が新設され、野戦憲兵隊からも大勢の人員が引き抜かれた。憲兵軍団は国防軍最高司令部に直属し、野戦憲兵隊を含む陸海空軍すべての部隊の軍記事を行った。憲兵軍団に所属する憲兵隊員には前線での先行がある貸し官兵及び将校が選ばれた。 彼らは国防軍最高司令部の名のもと命令違反者や脱走兵など敗北主義者とみなされた国防軍や新英隊の将兵全員を逮捕及び処刑する権限を持っていた。オランダにて食糧集積所を警備する野戦憲兵らと食糧運送トラックの運転手、地元警察官。1945年5月にはナチスドイツが 連合国に降伏するが、占領下のドイツ西部では、占領軍を補助する予備警察的組織として、野戦憲兵隊及び憲兵軍団の一部が存続した。例えば A 第8軍団によって支配されていた、シュレースビヒホルシュタイン州では、野戦憲兵隊の1個連隊が、メルドルフの福音局にて、治安維持を含む、各業務を遂行した。こうした任務に当たった、憲兵部隊には、 国防軍秩序隊なる名称が与えられており、彼らには当局から給与も支払われていた。敗戦から1年以上経った1946年6月、すべての憲兵組織の武装解除が行われ、野戦憲兵隊は消滅した。東部戦線で撮影された野戦憲兵隊のキューベルワーゲン。車上には予備燃料管や金たらいのほか、板状の交通標識が多数積まれている。 野戦憲兵隊は陸軍総司令部直属の組織であった。野戦憲兵隊は陸軍総司令部兵団局長の指揮下にあり、責任者は憲兵少将であった。憲兵少将は野戦憲兵隊の運用や人事、訓練などすべての責任を担っていた。また、憲兵少将は各軍上級司令部に幕僚を派遣しており、 幕僚らは所属する軍上級司令部ごとに1個または2個の野戦憲兵大隊を率いた。各大隊には料理人や事務員、重機構などの支援要員も所属していたため、大隊は自部隊のみで全ての業務を遂行できる自己完結型の部隊となっていた。大隊はいくつかの小隊に分割され、小隊ごとに軍上級司令部内の各師団、軍団に配置された。 分隊はより小さな編成。また、しばしばパルチザン仮任務のために、特別の編成が行われた。不評師団内し総合師団に配置されていた、典型的な憲兵小隊は、将校3名、歌士官41名、兵卒20名により構成されていた。野戦憲兵隊はその規模の問題から、国防軍すべての軍機維持を行うことが難しく、これを補助する目的で、 限定的な権限が与えられた、いくつかの憲兵組織が編成されている。1955年、ドイツ連邦軍が創設された。連邦軍では憲兵を含む多くの陛下の名称を国防軍のものから変更していた。当初は、ミラトアパリジーという名称が予定されていたが、新しいドイツ憲法では、地方自治体の権利が尊重されており、この名称は、 連邦政府管轄の法執行機関たり売るとして、各地方自治体からの反発が起こったのである。連邦国防省では、ポリサイという語を含めない名称を模索し、プロイセン時代の野戦両兵の名称からフェルジェジャーが選ばれたのである。一方、国家人民軍では、独立した憲兵組織を設置せず、ソビエト連邦軍に習った、司令部付勤務員という制度を採用していた。 ありがとうございます。